夏美、麦田夏美。お待たせしました。あ、いらっしゃいませ。お一人ですか？あ、後でもう一人。はい、二名様。じゃあ空いてるお席。はい。あ、お揃いになってからなさいます。いえ、先にいただきます。かしこまりました。オムライスください。かしこまりました。おいじゅん。はい。A ランチ上がり。了解。少々お待ちください。オムラは入ります。よ、了解。3番目の純三郎は誠実で心優しいが優柔不断で涙もろく、よく俺に泣き言言ってきた。ユニ、B ランチのガルリの盛り付け終わるよ。すぐ下の弟は裕次郎といって頭も切れるし腕も立つが、その分孤立することも多く、悩んではよく俺に意見を求めてきた。はい、了解。小四郎、お前邪魔だよ。末っ子の小四郎は何をやらせても器用で人当たりもいいが、またまた子供でよく俺に小遣いをせびってきた。店には他に住み込みの見習いが一人と通いのコックの川端さんがいる。大丈夫か？親父、もういいの？少し腰に来ただけだ。大騒ぎするな。いや、もうすっかりいいんですね。何してんだ、冷めちまうから。了解。ピンピンしてんじゃん。お待たせしました。どうも。いただきます。おいしい。もうこんな店畳んじまおう。ちょ
ユニ、何言ってんだよ。まあアホらしくないのかよ。あいつが持ってった12万稼ぐのによ、俺は何枚オムライス焼いて何個ハンバーグこねた。お前だってそうだ、何個米といて何個玉ねぎ刻んだ。今日という今日は心の底からアホらしくなったよ。こんなクソ暑い毎日によ、フライパンなんか振ってられるか。一生オムライス焼き続ける毎日なんて俺はもう真っ平だ。ちょっと待ってよ、マジで店辞めるって言ってんの？お前やりたいのかよ、1枚850円のオムライスを何千枚も何万枚焼いても。好きな車も買えないでよ、好きな女に会う時間もなくて、それで一生終わっていいのかよ。いや、それは俺は嫌だね。オムライスやポークソテーだけの一生なんて。賛成、店畳むの。よし、分かった、俺が親父に言っとく。おじい、あの麦田さんを家まで送ってってやれ。今車で送っていくから。まあ兄貴はああいうやつだ。あんた騙して、俺たち騙して、都合が悪くなったらすぐにどっかとんずらしちまう。早く忘れた方がいいよ。でもさ、もし連絡かかってきたら店畳むっつっといて、ケンニーに。パーク、きっと寂しかったのよ。死んじゃいたくなるほど寂しい気持ちって分かります？一人ぼっちでさ、何やってもうまいこといかない。今すぐ電話したり、明日会う友達もいなくて、いる場所もないくらい寂しいことってあるじゃない。でもそんな時にね、いつもの食堂からプーンって甘い匂いがしてくるの、オムライスの香り。私はそれで思い出したの、いつだったか食べたオムライスの味。甘くてあったかくて幸せな味だから生きてこって思った。だからそれ一体何の話だ、それ誰の話なんだよ。店を辞めるって言うようなね、大バカに分かるわけないのよ。バカバカ、なんちゅうこと言うんだよ。店やろうがやる前があんたには関係ないだろ。関係あります。何？私食べたもん、ここのオムライス。何を言ってんだよ。美味しかったの、本当にすごく。ねえ、なんであんなに美味しいものやめちゃうのよ。朝さ、嫌なことがあっても、あ、ランチはあそこであれ食べようって、それだけで気が晴れるし、どうしようもない思いが救われることだってあるの。そういう場所がいつも同じところにあって、変わらないものが変わらないで待ってていてくれるって、すっごいことなんだから。毎日毎日フライパン振ってずっと変わらない美味しいものを作るのね、すごい素敵なことじゃない。なんでね、なんでさ、やってる本人たちが分かんないのよ。私
一段落してほっとしました。いやー久もまた大残業だよ。あ、ここ明日の昼飯ここにしますか。ここすごく安くてうまいんですよね。キッチンマカロニか、うん、あ、ここだったらうちの女の子たち連れてきておごってやられるな